が、ここにスマイルマークが書いてあるボールがあるじゃんか。で、このボールは、この点に隠すか、この点に隠すふりだけで、ここに隠しているか、どちらか見破ってください。で、見たはる観客の誰かが、その技を見張って、ああ、わかるわかると思い張っても、言わんといてくださいよ。バラしたらダメですよ。よろしくお願いしますよ。いいですか？よいよいよいですか？いきますよ。こっちに入れるか、こっちに入れるふりだけでこっちに入っていくか。なんでマイクがなくなるか分からへんけど、たまになんです。調子悪いところあるみたい。いいですか？こっちに入れるか、こっちにどっちかに歩いてください。1、2、の3。じゃあ分かった分かった、これで頑張りましょうか。これこっちに入れるかこっちに入れるふりだけどっちだ。 OK、 ワン、ツー、フェイ、はい、どっち？残念です。 OK、 大きいやつでやりましょうか、ね、こっちに入れるかこっちに入れるふりだけでこっちに入れてるかどっちか見破ってみてください。よいよいですか？ワン、ツー、はい、どっち？じゃあ、不審な動物やろうか。好きな動物ある？猿？猿？でござる？あ、ごめん、猿。あ、全く猿。じゃあ、これを持っててください。ね、猿といえば、バナナの木登るお猿でござるしよると思います。よろしくお願いします。あのね、静電気についてわかる？もしね、髪の毛にこせたらね、服にひっつくいます。わかる？ほらそして黄色いやつの方が強いやつ。そして親父ギャグ好き？オッケー。一番怠けてる植物は何でしょうか？一番怠けてる植物やね。そう、一番怠けてる植物はサボテン。サボテン。ベーカリーショップの中の動物は何でしょう？ベーカリーショップの中の動物はパンダ。わかる？朝原翔子の一番好きな動物は、ちょっとごめんなさい。朝原翔子の一番好きな動物じゃなくて食べ物。知らない？オムライス。おもろい。おもろない。豚が離婚したらどんなお菓子食べるでしょう？豚が離婚したらどんなお菓子食べるでしょう？とんがり婚。とって。そして最後ですよ。見て、これ当ててみ。三つの野菜が入っとる飲み物の名前は何でしょう？三つの野菜が入っとる飲み物の名前は三つ野菜だ。終了でございます。風船の動物はバナナの木のボール、お猿でございます。そして腕を、お腕をとキッズのボール見せますよ。ほら、5つのボールやるのがみたいな大きな拍手してください。残念です、すみません。それは嘘です。一生懸命頑張って練習してきましたので、5つのボールできるようになりましたので見せようかなと思います。ご覧いただけますでしょうか？いいよ、あっしょい、ラトル、ラトル。
バレだバレバレそれにはこれらはバレーボールしかし厳しいなってなじゃあ5つのボールで頑張らせていただきます。よろしくお願いします。5つのボールですいくぞ。そうする前に早く拍手していただきます。ほら見てあみんな落としそうになりました。誰も落としたら突っ込んでくれへん。お坊ちゃん突っ込んでくれへん。落としたって突っ込んでくれへん。突っ込んで大きな声で落としたって突っ込んでください。落としてません。落ちた。私はコメディアンだから落ちがないとしょうもない。さあビデオを切り落としますけど、その前に風船配ろうかなと思いますので、お嬢ちゃん風船の動物欲しいかな。お嬢ちゃん風船の動物やりましょうか。お嬢ちゃん何歳かな。お嬢ちゃん教えてください。何歳ですか。知りはらへん。お兄ちゃんと同じ病気あるの。お兄ちゃんも自分の年知らんかったな。何歳ですか。5歳4歳おお、結構年取ってんな。そしてお父さん、すみませんが、この風船の動物、何の動物だと分かったら、大きな声で言ってください。当てたら、娘さんにあげます。当てへん方があげて。いいですか。何が出るかな。何が出るかな。そして、お父さん、何の動物でしょうか。白鳥。まずはね、君はお父さんちゃう。あ、お父さん、孵化は実うまいな。お父さん、何の動物でしょうか。白鳥と思いますか。ファイナルアンサー。残念です。これは白鳥じゃなくてオレンジ鳥です。2つのボールを1つの手で頑張らせていただきます。パッ。そして3つ目のボールも入れときます。3つ目のボール入れときます。ワン、ツー、スリー、パッ。おいでできました。横もできるやん、こうもできるやん、こうもできます。ああ、一人ぼっちで拍手してもらったメダルやな。こうやったら英語でジャグリングと呼ばれますね。日本語でお寺町言えばこうです。ちょっと違うんですね。こうやったらジャグリングと言うで、かこうやったらお寺町です。ジャグリングをできる人はジャグラーと呼ばれます。お寺町できる人はお寺町できる人と呼ばれます。そして僕はね、あんまりジャグリングできません。実は僕はジャグラーじゃなくて親父ギャングラーです。それで覚えてほしいのでよろしくお願いします。さあ、難しいジャグリング、拍手の声で、また引き続きが多いです。僕はポリエステル、この2つを結びます。結び目ができましたら、結び目シャツの中に入れときます。そして両先を引っ張って父っぽいと言うて違う、やばい、趣味がバレちゃう。冗談やで、仕事やで、本格的な経験でできますよ。僕の父は手印よ。この父ちゃいますよ。僕の親父ですよ。たくさん種があります。僕は親父の最初の種です。君分かれへん。後ほど父さんから確認してもらって、坊ちゃん読めてくださいよ。いくで。このロいきなりスカーフになりました。これね、君でもできるやん。東急ハンズ出て750円やめとこう。本物マジックやる方がええやな。本物マジック大使と拍手してください。本物マジックしてます。新品の紙袋です。何も入ってません。カラフルです。この中にビール瓶入れました。おまじない言いますと消えてしまいます。
チンチンポイント、ちょっと待って、チンチンチャレンジ。まだまだ勉強中や、中年。この中年。分かる方だけでいいかな。この瓶、消えてしまいます。おまじない言います。チチンポイと言うて瓶が消えとるわ。確認しましょう。わあ、さすが俺、消えとるわ。その部分の方がね、簡単に見えるかもしれませんけど、戻すの方が難しい。チチンポイと言うて、ほらすげえやろ、不思議やろ、うでやで。違うやり方もあります。指鳴らすだけでほら消えとるわ。モテるって私モテモテ、ここモテんのなわけないよ。何もモテません。うでやで。